んの方が集まってくれて本当に嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日は長野でイベントができたわけなんですけど、はいはい、感想を聞いていこうかな。おじゃあ横道、はい、ですね、私本当に長野すごい大好きなんですけど、そば、うん、は有名っていうのを知らなかったので、そばをぜひ本当に今日か次また来る時にぜひ食べたいなと思います。ありがとうございました。はい、じゃあ次クレナはい私は長野といえば萌凛で、萌凛はお姉ちゃん的な存在で、うん、大好きなので、うん、長野イベントに出れて嬉しかったですそしてこの勢いで福井ツアー頑張りまーす。はい、じゃあ次はハルピョン。はい、私はあの結成チームメイトが結成してから1年目の時に長野県の山彦ドームでイベントをさせてもらって、うん、2年目では長野ツアーで、3年目でここ M ウェーブで、イベントをさせてもらって、3年連続で長野でイベントをしているので、すごく長野が大好きになったので、4年目も絶対にまた長野でイベントやら何やらしたいと思うので、皆さんぜひ来てください。私も長野県大好きだし、皆さんのことも大好きです。ゆな、はい、長野県は岐阜県のお隣さんで、うん、来れたのがすごい久しぶりなんですけど、今回この長野に来て生中継、生配信、生放送とかその食べ物たくさん食べたりとかできたので、もっといろんなことに挑戦できたらいいなって思います。福井ツアー皆さん待ってるのでぜひ来てください。はい、私はお仕事で初めて長野に来たんですけど、あのですね、すごくこのイベントは長野の良さが詰まっているイベントだと思ってて、すごい長野がいいところだなっていうのが改めて分かったので、今度自分で車を運転して長野までドライブに行きたいなと思います。うん、はい、じゃあ次萌凛。はい、いやもうね、春菜としおりがもう全部言いたいことは言ってくれたんですけど、今日はこんなにね、たくさんの、今日福島ツアーもあるし、あと舞台もやってるのに、こんなにたくさんの方が集まってくれて本当に嬉しかったです。そうですね、私は長野でね、もう3年目でここでこんなに大きい M ウェーブオリンピックをやったところでね、そうステージをやることができて本当に光栄に思います。これも皆さんが応援してくれるおかげです。本当にありがとうございます。でも皆さん、お祭りは今日も明日もまだまだ続きます。ぜひ堪能して帰ってください。ありがとうございます。さあ、長野は楽しかったけど、勝利近づいたっけ、言ったけど本当に今回は楽しませていただきました。これからも AKB48、 そしてチームメイトの応援もよろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらこそはい、ありがとうございました。